どうもすみません。国連二イステークスと、新潟記念の結果分析です。まずは国連二イステークスからです。1着マイネルグリッド、2着トリプルエース、3着ラウダシオンでした。まずは勝ったマイネルグリッド、馬も強かったですけれども、ジョッキー、国分優作機種もやっぱり過小評価されてるっていうところがあって、 特に直線 OL ジョッキーっていうところがあってそういったような国分優作騎手だったからこそ勝てた部分もあるかなというような感じですねまあ僕はですね5年以上前からですね国分優作騎手については過小評価されてるっていうふうにちょくちょくいろんなところで言ってるんですけれどもまあこういうふうに勝ってくれるとですねもしかしたらこれをきっかけに。 乗馬が増えたりだとか、そういいっったふうになっていく可能性まあ騎乗数は比較的多いジョッキーなんですけれども配線処理みたいな馬が多くてやっぱりジョッキーはですね手応えのいい力のある馬に乗っていかないとですねレースを覚えるっていうところでは不利なところがだいぶありますんでやっぱり思い通りに動かないと。 どのタイミングがいいのかとかどういう位置取り進路取りが正しいのかとか難しいところがあるんですが国分遊佐騎士は力のある馬に乗ることが本当に少なくてすごく不利なんですけれどもそういった中でも多分ビデオとか見たりとかいろいろ研究してるんだろうなっていうふうに感じますし、まあ、レースの中でも覚えてっていうような感じで勘のいいジョッキーですねですからよく競馬を分かってるなっていうようなところもありますんで。 まあ今回なんかに関してもまあ力がある馬だということは分かってたでしょうしレースセンススピードを生かしてある程度じわーっと上がっていくような感じで4コーナー前後さすがに今回メンバーが違ったりレベルも違ったりなんかしてつぶさを見せて馬が気を抜く可能性があったんですけれどもそこでも早めにムチ入れて絶対気を抜かせないっていうような形で馬の力を信じて早めに追うっていうような感じですね。で ゴール前とか甘くなる可能性もあったんですけれども国分湯崎氏本当に追えるジョッキーですんでそうしてみでマイネルグリッドがゴール前にまたグイッと出たっていうところはジョッキーの腕もあるかなっていうような感じですねまあ後ろから極端な競馬をしてトリプルエースとかああいう風に勢いつけて突っ込んでくるっていうような競馬ですねああいうような競馬がはまる可能性もあって逆にマイネルグリッドはですね成功法で早めにっていうような自分で 競馬をしていくっていくううような感じですんですそういった意味で不利な立場ではあるんですがそれに応えるだけの馬の能力もありそれに応えるだけの騎乗をしたのが国民優先騎士でもあったかなというような感じですね。いうような感じですね。あそこの4コーナーから直線入ったところですね特にあの辺なんかは後ろの馬にですね外から早めに来られてかぶされたりなんかしたら競馬が終わっちゃう可能性が高まってしまうんで馬っていうのはどうしてもその。 4コーナ前後直線の入り口とか勝負どころでプレッシャーかけられると厳しいところがありますんでそういったところもカバーするような早めっていうような基準もしてましたね。それとレース全体について言えることなんですけれどもこの日の小倉はですね意外と前目の方から粘り込むような馬がいたりあとは内目の方を通って ロスなく立ち回った馬たたたたちも構想でできてたところがあったんですよねただそれに関してはですね、やっぱりコバとかパワーがついてる馬たちであって僕はですね、まあ、レース前にツイッターの方でもつぶやいたんですけれどもコバと2歳馬っていうのはパワーが違うので完成度も違うのでコバは大丈夫でも2歳馬は基本的には追い込み馬は外に出した方がいいっていうふうにそういうふうに 思ってましてで実際にそうなりましたよねやっぱり直線でですね追い込みまで内をついたジョッキーたちっていうのは競馬を理解しきれてないというか竹豊樹氏なんかはもう全然迷いなく外行ってますよね競馬を知ってるジョッキーたちは直線で真ん中より外に出してるっていうこれなんですよねまずそこの根本的な部分を理解してないジョッキーっていうのは重症レースで やっぱり頼りないなっていうような感じですよねローランダーとか姫様とかあとはシゲル水亀座とかこの辺はすごくもったいないんですよねああいう特にシゲル水亀座の進路なんかはですねああいううちの付き方っていうのはもうノーチャンスなんですよね待機シャトルやロードカナロアでもあの進路を取ったら勝てないんですよ0%の進路を取ってしまってるっていうところがあって もう完全に追い込み馬は外目の馬場のいいところで遠心力に逆らわずに勢いつけてなだれ込むっていうようなそういったような展開なんであとは本当にもったいなかったのは禅のジャスタですね禅のジャスタは全然人気がなくて人気よりも上の着順4着に来たから上々じゃないかっていうふうに勘違いする人いると思うんですけれどもそんなことはないですこの馬は 勝ち負けできるチャンス大チャンスを逃したっていうような感じですね、まあ、こういう右回り 1200m 現状でのここでの力関係を考えるとあの4着じゃ全然満足のいく結果ではないですねで外は回ってたんですがまあそれは外枠っていうこともあったんですけれどもただやっぱり4コーナーの手前あたりでかなり慌てて仕掛けたりだとか全然余裕がない騎場でして 逆に似たような進路を取ったラウダシオン武豊騎手なんかは落ち着いて足をためながら回ってきてとていうような形で単純に馬を動かす技術も違うんですけれどもその辺ですね重症レースでの落ち着き立ち回りっていうところその辺もやっぱり全然違うところがあってこの辺の着順なんかはジョッキーが違ったら全然入れ替わるそういったような感じではありますね。 こちらは勝ち時計と道中の細かいラップです。ひばりがですねちょっと引っかかり気味に逃げる形でその2番手に帝王マルクス浜中騎手がいたんですけれどもひばりはですねちょっとっ引っかかって自滅したような感じでもう4コーナーのところでは手応えなかったような感じだと思いますねそれに対してテオ・マルクスはスピードのあるまで そこで浜中騎手は早めにっていうような形で、馬場の真ん中どころに出していくっていうような形ですね。まあ、ただやっぱり瞬発力とか素足の持続性というところでですね、まだ馬体の完成度が低いのもあるんですけれども、ちょっと足りなかったかなっていうような感じで、まあ、本当にスピードのあるいい馬なんですけれども、もう少しここのメンバーでは馬場とかコースとか、 状態とかいろんなものがかみ合わなければ押し切れるだけのものはなかったかなというような感じではありましたね。で、そういった中ででもですね、今回の条件でももう少しやれた部分はあるかなというふうに思うところがあって、レースの後半がですね、レースの後半というか、レースの中間のところでペースを落としたっていうのが、範囲の一つではあるかなというような感じで、600メートル、800メートルのところで、11秒2から、 12秒2っていう風に1秒も落としちゃってるんですよね。これはですね、例えば2000メートルの距離とか長めの距離で1秒っていうのと、1200メートル短い距離で1秒っていうのは全然違いますよね。まあそれは割合が違うっていうところがあるんですけれども、基本的にワンペース気味の競馬で流れるのが短距離1200メートルであって、やっぱり換気をつけすぎてしまうと、 瞬発力もしくは能力で劣るような馬はですね不利な形になりがちなんですよね特にテオ・マルクズっていう馬はスピードタイプですんでペースを落とさずにですねそのまま押し切った方が有利に競馬を進められるかなっていう中で緩急をつけてしまったがために持ち味が十分に生きなかったっていうところもあったかなっていうようなところですねですから 600m の通過33秒7、馬場が良くはなかったので、早くもない、遅くもないっていうような感じなんですけれども、まあ、ち,ょちょっと短距離としては遅い部類に入るんですが、まあ、これ2歳馬だったらこれぐらいがちょうどいいかなっていう中で、それで後半もそのペースで、ワンペース流せばよかったんですけれども、ペースをガクンと一旦落としたことによって、後半の メリハリの効いた足っていうところで差も出た部分はあるかなっていうような感じですし一旦スピードを落としてそこからまた加速するっていうような形っていうのはやっぱりまた足を使うような感じになることも多いんですよねまあ電気と一緒ですね電気ずっとつけてたら安定するんですけれども電気をつけた瞬間ってパッてすごく電気代使うっていうのはありますよね多分時計面に関してはですね 1>, 1分10秒後よりもだいぶ早い時計で走れる馬なんとかいったと思いますんでそういった意味で時計はベストではない中でスピードタイプはスピード勝負に持ち込めればもっと違った競馬になったかなというところはありましたねそれでは右の方から1頭ずついきますローランダーローランダーは小倉で実績があってキャリアもある程度ある馬なんですけれども何か 使いすぎたたののかか疲れがあるままり見えましたね元気がないような感じで、まあ、馬の形はパッと見は整ってるんですけれども吐きとか躍動感がないなっていうような感じでありましたね道中追走がつかなかったのは馬場、まあ、がうちの方悪かったっていうのもあるんでしょうけれどもまず馬の気持ちが切れてた部分があったんじゃないかなっていうような感じはありますねとと、まあ、すんななりとしたポジションじゃないと っていうような感じもありましたんで、まああいう風に中途半端なポジションで。スムーズに追走できなかった部分も嫌気をさせた部分でもあるんじゃないかなっていうような感じがありましたね。で、さらに4コーナーから直線で打ちをついてしまったっていうところがあって、ま行きっぷりとかが悪くて焦ってしまったところもあるとは思うんです。けれども、松山騎手は条件戦からですね。大胆さがいい方向に向くことも多いんですけれども。 たまになんかその慌てた進路を取ったり慌てた競馬をしてしまう時もあってそういうような悪いパターンが出たかなというような感じではありますね。帝王マルクス帝王マルクスはここではパドックで馬体が目立ちますね本当に素質を感じる馬っぷりのいい馬なんですけれどもまあ、ただやっぱり歩き方がですねまだ その浅いといとうかですね、長く後半足を使えるようなイメージが湧かないというかですね、まあ、不安定さもあるというところでもあるんですけれどもそういった意味で馬場が打ち目荒れてきたりあとは国連にサイステックスはロングスパート君の足もある程度使えないと直線持たないというところもありますのでそういった意味で。 まあ条件的に合わなかった部分もあって例えば開幕週の馬場とかだったりなんかしたらこの枠だったらテオ・マルクスは有力だったろうなっていうぐらいそれぐらいスピードを感じましたし2番手に控える競馬でそれでちょっとひばりのペースに合わせすぎたなっていうような感じでスピード能力が全然違うわけですからそのスピード能力で勝負してほしかったなっていう部分はありますねラウダシオン ラウダシオンも素質はあるんですけれどもこの馬はパドックで馬体を見ててちょっと後ろ足の出方とかがですねぎこちなくてスッと出ないんですよねああいう感じの歩き方をしてたら追走がつくのかどうかついていけるのかどうかっていう不安が出てきてでさらに新馬戦の時の時計が遅かったっていうところもありましたんでついていけるのかなっていうような感じがまずレース前の 不安点でしたでまあ、やっぱりそんなには楽な追走ではなかったなっていうような感じなんですがまあ、でも武豊騎手も慌てなかったんで馬も気分を介することがなくある程度足が溜まってっていうような形で、まあ、追い込みを聞く展開でもありましたしちゃんと馬場のいい外に出したっていうところ仕掛けのタイミングとかも良かったですしそういった意味で3着に突っ込んでこれたかなっていうような。 まあ成長段階でもありますし次にもつながる競馬ですしすごくいい形で終えられたんじゃないかなっていうような感じはありますね、まあ、基本的にはもうちょっと距離はあった方がいいかなとは思うんですが短距離仕様に作ろうとすれば短距離一にもなれるタイプではあるとは思いますが、まあ、ただもう少しゆったりと足を一旦足をためてそや勝負っていうような感じで作っていった方が馬のスケールは良くなるんじゃないかなっていうふうに思いますね姫様 姫様もですね、確かに頼りない感じの馬体ではあって、ダートとかの方がもしかしたら走るかもなっていうような感じ見えなくないじゃないんですが、ただ、やっぱり現状でもある程度バランスがいいので、仕上がりは良かったと思いますね。で、ある程度いい競馬して、センスの良さというか、能力の高さもある程度見えたかなっていうような感じなんですが、 直線で打ちをついたっていうのは本当にダメなんですよね。全くノーチャンスな進路ですし、まあ、この辺、まず落ち着いて、基本忠実に打ちから真ん中どころ、外に出すっていう意識をまず持って、よっぽどのことがない限りは、打ちつきっていうのは、特に新人騎手っていうのはやってはいけないですね。まあ、岩田康成騎手の息子さんで、まあ、岩田騎手は一時期大ブレイクしてた時っていうのは、打ちつきがバンバン決まってたんですけれども、 基本的に打ちつきっていうのは確率,確率もかなり低い戦法でもありますしあの時期は乗ってた時期、あのー、気持ち的にあとは運気,って運気も乗ってた時期だったと思いますし単純に馬を動かす技術も岩田騎手は岩田康成騎手はあの時期良かったっていうところもありましたしあれはあんまり競馬としてはお手本にしちゃいけないかなっていうような感じでやっぱり超一流の武豊騎手ルメール騎手とかに関しては 基本的には力のある馬やチャンスのある馬の時そういった時には真ん中どころ外の出すっていうような意識が高いですよねトリプルエーストリプルエースに関してもラウダシオンと同じというかそれ以上に新馬戦の時計が遅かったんで追走がつくかどうかあとは 1200m の流れにうまく乗れるかっていうところで不安定がありました、まあ、ただやっぱり トリプルエースに関してもラウダシオンに関しても途中でペースが落ち着いて後半上がりがかかっているっていうところもあってそういった意味で追い込みがはまりやすい展開でもあったかなっていうようなところはありますねでラウダシオンと比べるとトリプルエースの方が後ろ足の上げ方とか馬体全体のバランスなんかはいいですねただちょっと軽くなってた馬体全体や歩き方が軽くなってたんでそういった意味で 新馬戦で見せたような瞬発力が残ってるのかなっていうようなし新馬戦ほどの末足はあるのかなっていう不安はあったんですが、まあ、実際走ってみたらやっぱりいい末足があったなっていうような感じではありましたねでこの馬はここではやっぱり上位の素質馬だなっていうふうに思いますしこのトリプルエースはですね 母系にサンデーサイレンスが入ってまして、で、外国サンバなんですが、これは単純に馬を買ったのか、それともゴドルフィングループが早めにサンデーサイレンスを入れて、それで、その繁殖に外国,産外外国の脂肪馬つけて、日本に取り入れてっていうような形なのか、わからないんですが、もし、後者の方で、 サンデー・サイレンスに目をつけて馬を作ってきて長い年月をかけてこれだけいい馬ができて日本で走らせてっていうことだったらなかなかのドラマだなっていうふうに思いますしゴドルフィンさん殿下のそういったような馬の気持ちと馬に対する競馬に対する気持ちがこういったような結晶として表れているのかなっていうふうに感じるところがあるんですが、まあ、もしかしたらただ勝っただけかもしれないんですけれども。 まあ、とにかくいい馬だなっていうような感じありますね。それとこのトリプルエースっていう馬は勝負根性がありますね。まあ、ずっとこういう感じで行くとは限らないんですが、まあ、新馬戦の時なんか馬群の中でひるまず自分から突っ込んでいくぐらいな感じがありましたし、今回も馬群の中から突っ込んでくるような形で、あわやっていうような競馬ですよね。まあちょっと今回は馬群がばらけて進路が開いたという運もあったんですけれども。で さらに細かくレースを見ると相当な運があってそれは前にいた仮にニート・ミユキ騎手が内に入っちゃったんですよねあそこで慌てて内に行かずに仮にニート・ミユキ騎手が落ち着いて進路を取ってればトリプルエースが通ったところ通れたんでそうなってくると他の馬たちと横並びになってトリプルエースは進路が開かなかったんですよねですからトリプルエースはそういったような運もあっての2着っていうところがあって 和田騎手がその前の馬とか進路を落ち着いてみて突っ込んだっていうような感じではなくてもうとにかくいてまい的な感じで突っ込んだらたまたま進路が空いたっていうような感じですねでもそれはですね和田騎手のその重傷とか G1 とか大舞台に強い要因の一つでもあって迷いの少ないところもあってまあ失敗もあるんですけれども 今回はその和田騎手の思い切りのいいところっていうところがハマった部分もあったかなっていうような感じですね。まあ、もちろんその、ああいうふうにですね、一気に追い出すと使える足が短くなる傾向にあって、そういった意味でゴール前での甘さっていうところが出てしまうところもあるんで、そういった意味でもっと余裕を持って馬を動かせたりだとか、小出しに直線でも足を使えるような、そういったような細かいところまでしっかりと完璧に乗れるようなルメール騎手とか、 あの辺とかだともしかしたら勝ってた可能性もあったかなっていうぐらいそれぐらいのところはあるんですがただそういうジョッキーたちっていうのは今回,今回私が取ったようないてま的なバグに突っ込むっていうことはなかなかしてこないのでそういった意味で私のいいところがあっての2着でもあったかなというような感じですね。ひばり。 ひばりはですね、やっぱりここに入ると頼りないなっていうような感じの馬体で、まだ綺麗な馬場でスピード任せっていうような感じだったらいいんでしょうけれども、ちょっとやっぱりパワー的に後半っていうところももったわない感じ、あとは気持ちに余裕がないのか引っかかってしまってっていうような感じですね。カイルアコナ。 カエルアコナーもですね、まあ、もちろんまだ完成度は低いんですけれどもでも比較的バランスは良かったですしスピード競馬に対応するには現,現状ではある程度できてたかなというような感じはありましたねただやっぱりこういうような打ち目が荒れてきて直線での素足勝負ということになるとちょっと厳しいかなというような 感じですねやこの。この馬自体はそんなには問題ないんですが他に素足のいい馬たちが何とかいたんでその馬たち相手には不利な馬場や条件ではあったかなというような感じではありましたねですからこの馬に関しても綺麗な馬場だったらもっと際どい競馬になったかなというような感じはありましたねなかなかいい馬体してますしこの馬も短距離で成長すれば期待できる部分はあるなというような感じで小馬の G3 とかでも普通に構想できるようなそういったような馬になる可能性はあるかなというふうに思いますね。ホープ・ホワイト。ホープ・ホワイトはこのまなりには馬体はできてたんじゃないかなというような感じですね。まあ、ただその、そんなに器用じゃないというかダート馬に見えるぐらいな感じの作りでもあって。 でもダートマっていうよりかは力のいる芝ですねヨーロッパのような芝とかの方がいいのかなっていうような感じに見えるところはありますねで瞬発力もそんなにもないですしでも和体とかに関しては悪くはないので自己証券だったらいいところあるかもなっていうふうに思いますね茂る水メ座茂る水メ座はですねちょっと作りすぎたかなっていうような感じがあって まあ重症レースになるとなんか気張って作っちゃうような旧車って多くて基本的には余裕を持って作るぐらいの方がいいのになっていうような感じなんですよねでこのまあ前走ぐらい余裕があった方が良かったかなっていうような感じです少しその必要な筋肉も落ちたような感じというかバランス的にも少し体の使い方なんかも崩れたかなっていうような感じはありましたねまあでも走れない出来ではなかったですし 4コーナーナぐらいまででの手応えもある程度良かったんですよねで。追い込みが効くような展開にもなったんで落ち着いてまずは外に出すっていう意識を持てばいいんですけれども慌てて内に突っ込んじゃうんですよねもうこれが一番ダメなんですよね競馬でこの馬に関してはレース前の評価も高かったように、まあ、現状ではこの右回り 1200m だとなかなかいい能力があるまで。 まジョッキーの乗り方一つでは今回の出来でもある程度形はつけられたかなというような感じがあったんでまあそういった意味で人気よりもこの馬も走る馬でもっと上の着順に来れた馬ですね。マイネルグリッドマイネルグリッドはですねほ、まあ、本当にバランスよく仕上がったなというような感じでスピード競馬にも対応できて素足もある程度いいものがありそうだなというような感じでしたね。 まあただやっぱり脚力とか,、まあ、か体つきとかですね多分もっとごっつくなってって筋肉がついてくるんだろうなっていうようなタイプで、まあ、そういうふうにスピードと後半のしぶとさっていうような力強さで勝負するタイプになっていくんじゃないかなっていうような感じではありましたんでそういった意味でもやっぱりその今回の競馬では多少厳しいところがまだ完成度が低い分あったかなっていうような感じですね。まあでも その辺です、ね、4コーナー前後直線っていうところは国民有作騎士が動かせるオイルジョッキーというところでその辺をカバーしてっていうような勝利で、まあ、この馬の現状としては仕上がりは最高でしたしパドックでも目立ってましたしレースに行ってもスピードがあって行きたいところに行けるっていうような競馬で、まあ、後半は危うかったんですがそれ以外のところは馬もすごく良かったなっていうような感じで。能力は あるからこそ引き出せるものであって、そういった意味で、まあ、こ,のこのマットしてはすごくいい内容ではあったなっていうような感じですね。グランドデューク。グランドデュークはやっぱりここのメンバーに入るとスピードが足らないような感じでダートを試してみてもいいんじゃないかなっていうような感じで見えるところはありますね。まあ、状態面で特に悪いわけでもないんですけれども、まあ、完成度は低いんですけれども。仮にと、 仮ににとももう本当にもったいない競馬なんですよねなんで4コーナーからうちに慌ててああいうような感じに乗ってしまうのかなっていうようなところで、まあ、遠心力っていうものがあってそれで無理に方向転換して追い出すっていうような感じになるとああいうふうに打ちに行っちゃう馬っていうのは結構いるんですよね。で、まあ、落ち着いて直線向いて体勢を整えて。 真ん中どころ外に出すっていうような意識があったら、ま、前のトリプルエースが取った進路ですねあそこの進路っていうのは空いてましたんでそうなっていればもっと上の着順掲示板以上あったんじゃないかなっていうような感じはありましたね。この前やっぱりいいところがあってですね、あのー、馬の形としてはですねバネがあるタイプですんで。 そういった意味での良さがあってこれから馬が硬くなったり筋肉が硬くなっていくと伸びないかもしれないんですけれどもでも現状のままいいバネを持ってるままゆったりと馬を作ってて距離を伸ばすぐらいな作り方をした場合だとこの中でも真ん中より上の素質はある馬ですんで楽しみな部分はあるなっていうような感じですね。のジャスター 前のジャスターについては最初も言った通り本当にこの馬いい馬で例えば今回ルメール騎手が乗ってたら馬券にはなってたでしょうねで勝ってた可能性まであったそれぐらいの馬ですねまあ今回はチャンスを与えたというような形でそれでそれの期待に応えられなかった乗せた方にも責任があることでジョッキーだけを責められることではないですし、まあ、どちらにジョッキーに対しても関係者にの方が関しても 短期間であったらあんまり僕らも文句言えることではないのでさすがにずっと乗せ続けるっていうような形でうまく成長させられないうまく成績を残してあげれないそういう形になったら見てるこっちの方が痛々しいというかモヤモヤしてきついところもありますんでそれはやっぱりだんだん苦笑が厳しくなっていきますが、まあ、今回はもうしょうがないですねそういうような形で臨んで。 馬優先というよりかは人優先主義というような形で陣営の方も望んでそれで結果として馬の能力を出し切ってあげれなかった馬のチャンスを生かしてあげきれなかったっていうだけであるんでまあとにかく僕が言えることはまずゼンのジャスタは素晴らしい創出馬でいい馬だったっていうこと条件も良かったっていうことですねミントティーミントティーはですねまあやっぱり 体の動きが硬くてですね、スピードに乗れないここでは能力が足りないっていうような感じですねこれダートをこなせないとちょっと厳しいタイプなんじゃないかなっていうふうには感じましたね続いては新潟記念です1着ユーキャンスマイル2着次男坊3着カデナでした大外れでした ユーキャンスマイルは強かったですね。もうパドックを見た時点でユーキャンスマイルが一番いいっていう風に、そういう風にツイッターでもつぶやいたんですけれども、迷いなくユーキャンスマイルっていう風になりました。で、3頭で迷ってたダイワキャグニーとセンテリオなんですけれども、ダイワキャグニーに関しては出来が落ちてましたね。で、ポリトラックですね、オールウェザーのポリトラックのコースで追い切ったんですけれども、 やっぱりポリトラックは馬によっては良くないですね。追い切った後に調子崩す馬が多くてまあ、足先のグリ,ップグリップが効くっていうふうに言われてるんですけれどもそういったような感じになると体の使い方のバランスが崩れたりだとかする馬もいるでしょうしあとはそうですね負荷があんまりかからないっていうところも良くないんじゃないかなっていうような感じもあって。まあ、負荷がかからない分分その分 体の使い方も変わるっていうところもあるんじゃないかなっていうような感じもあると思いますね。であとは、まあ、乗り方としてもですね大和キャグニーは馬群の中で我慢してもよかったかなっていうような感じで追い込む競馬もできる馬なんでそういった中で早めに外に出しちゃったんですよね。で、まあ、新潟は最終週ということで馬群全体が外に膨れる中でロスも大きくなってしまってさらに 手があんまり合わない内田騎手が乗ってるっていうところもあって動かなかったっていうような感じもありましたね。で台湾キャグニーのポジションで我慢すればいいっていうふうに言うのはそれはレーエンダーのルメール騎手なんかは全然我慢してたんですよね。それは多分イメージの中で今ババが悪いんで先行馬たちもババの真ん中どころに出すだろうっていうようなそういった中で4コーナーから直線の入り口で馬群がある程度ばらけて進路が開きやすいだろう。 ということあとは外を回りすぎることになるんで外に早めに出すのは良くないだろうとかその辺までルメール騎手は考えてたんだと思いますしその辺ですねクレバーなジョッキーとそうでもないジョッキーっていうところの差もその辺で見えて,る見えてくるような競馬で次男坊ですね2着になった次男坊のミルコ・デ・ムーロ騎手も馬群の中で我慢してっていうような形で。 完璧に立ち回ったなっていうような感じもありましてねそれで褒めをつけていたセンテリオに関してはですねやっぱりちょっと歩き方がぎこちないんですよね足先に頼るような感じになって後ろの付け根のひばら周りですねあの辺を主に使ってスースーと足が出ればいいんですけれども高の急車は半路中心の急車でそれで半路中心の急っていうのはそういう風に 足に頼りがちだったりそういうふうにバ馬体全体の体の使い方っていうところのバランスが崩れがちかなっていうような感じでそういった部分が出ててですから剪定量に関しては牧場からそのまま出走させた方が良かったんじゃないかなっていうふうに思うぐらいそれぐらいなんかやっぱりもったいないところがある馬ですねもっと良くなる馬なのにっていうような感じがありますねでそれとですね 左回り自体はですね、本質的には全然問題ない馬だと思うんですけれども、4コーナーのところでですね、ちょっと北村祐一騎手が早めに外出そうとしたのか、それに反応しすぎたというかですね、左回りの競馬を経験してないことによって、外に思いっきり膨れちゃったんですよね。で、そこで、まあ、北村祐一騎手も早めにケアして、 焦るじゃないですけど早めにビシッと動かしてっていうような感じすればよかったんですが北村雄一騎手はまあ結構丁寧に乗るところもあって、まあ、その丁寧な時の北村雄一騎手っていうような感じで体勢を整えてからっていうふうに思ったのかそのせいで馬がずるずる後ろに下がっていったんですよね。まあ、後ににつけてててた馬ががですね直線入っっから後方に下がってしまうっていうい 4コーナーから直線の入り口っていうのはペースが上がっていくところで基本的にだんだんと前に押し上げなきゃいけないところなんですよね特に先行馬っていうのは絶対に下げちゃいけないところでそこでズルズル下がってしまったっていうのこれはもう致命的すぎてあれで差し返してきたのは馬は能力あって偉いんですけれどもまああそこからあそこまで下がってからまた差し返して勝ち切るとなると化け物なんですよね それぐらいあそこの勝負どころっていうのは絶対下げちゃいけないところなんですけれどもまあそういったようなところがあってで高野球者というか高の調教師は噂によると結構自信過剰っていうような噂を聞いたことがあってそれが実際に本当かどうかはわからないんですけれどももしかしたらそういうところから左回りの調教をろくにやってない可能性もあるかなっていうふうに見えるぐらいの。 回り方だったんでそこはちょっと僕はレース前から想像し難いなっていうようなところがあって普通やるだろうなっていうふうに思いますよねしっかりととにかく左回りが苦手だとかそういったような感じのまでもない本質的に苦手っていうような感じでもないのでその辺のケアとあとは北村栄一氏もあそこで我慢して背面外を出さなくてよかったと思いますねなるべく ロスの少ない形で回って落ち着いて追い出すぐらいで良かったんじゃないかなっていうふうに思うところもありますしそれと北村隆一騎手先行馬に関しては何度も言ってるように二間馬先行馬に関しては結構競馬を作るとかそういうことには積極性が足りないところがあって差し追い込みだと頼りになるジョッキーなんですけれどもその辺も出たかなっていうような感じで絶対二げ馬先行馬っていうのは先に先にっていうような感じで。 主導権を握らなきゃいけないんですけれども、あそこの4コーナー直線の入り口のところで下げちゃったみたいなところでも、下がっていったんですけれども、その辺のケアをしなかったっていうところも、北村祐一騎手のまだ逃げ馬先行馬っていうところでの信頼性の低さっていうところが今回も出たかなっていうような感じではありますね。もちろんうまく乗るときも逃げ馬先行馬でもあるんですけれども、追い込みほどは安定感がないっていうような感じですね。 それと、このセンテリオっていう馬はですね、ちょっとその馬の作り方で足先でっていうような感じで不器用なところがあって、まあ、その辺状況によっては変わるとは思うんですがそういう部分がある分基本的には後方から極端に勢いつけてスムーズに加速できる戦法の方が不器用さはカバーできるかなっていうようなところもありますね。こちらは勝ち時計と道中の細かいラップです。 勝ち時計1分57秒5はそこそこ優秀だと思いますね。まあ、レコードが1分56秒4か5とか半ばぐらいだったと思うんですけれども、まあ、それよりも1秒遅いんですごく優秀というわけでもないですしあとは新潟なんである程度時計が出るということそれとペースが流れたんでその分時計が速くなるのは当たり前かなというような感じなんで。 まあそういういとところを考えるなっす。りこれぐらいの時計になってくるとやっぱり対応できない馬も出てくるっていうような感じで、まあ、この時計で走れる馬は何頭もいるとは思うんですがただこの時計になってくるとそれだけ立ち回りとかあとは自滅しないように自分の競馬ができるか だとか、そういったところも影響したかな？っていうような感じで、単純に能力が足りない。馬たちに関しては手応えも悪くなったと思いますね。それで逃げてペースメイクをした。ブラックスピネルの松若風磨騎手松若風磨騎手については何度か喋ったんですけれども、先行馬のペースメイクというか大胆さですね。早めにっていうような意識が高い。ジョッキーで。 それでで今回に関ししてもすすねね結構いいい逃げをしたと思います、ね、でブラックスピネルっていう馬に関してもレース前に行ったんですけれども基本的にはワンペース気味にまとめた方がいい馬で瞬発力勝負になってしまうと逆に不利なタイプですし特に今回のブラックスピネルは以前ほどはバネがなくてちょっと瞬発力が足りないような感じの時のブラックスピネルでもあったんで。 なおさらスピード勝負に持ち込んだ方がいいですしワンペースにした方が良かったかなというような感じなんでこれで良かったと思いますね。ペースが速いだとかそういったような批判する人いると思うんですけれどもブラックスピネルはこのペースでワンペースで少し流れてるような競馬の方がいいので松若風磨騎手はレースの後半4コーナーから入り口のと直線入り口のところも早めに乗ってましたしほぼ完璧な乗り方はしたと思いますね。 ちょっと中間のところの1200のところで12秒後っていう風に遅くなってるんですがまあでもそんなに大きな変動はなくてあそこからまた徐々にペースを上げていくっていうような感じで急にペースを上げたりしているわけではないのでそんなには響かないですしよかったと思いますし結果としてやっぱりそういう逃げ馬がいいペースで引っ張ったんで先行馬とか 真ん中より前からいいポジションからロスなく立ち回ったフンたちが有利で、次男坊あたりは結構有利な競馬にはなったと思いますね。それでは右の方から一つずつ行きます。里のキングダム里のキングダムは調子が落ちてましたね。なんか踏み込みが甘いですし。以前の力強さバネっていうものがなかったかな？っていうような感じですね。 でまあ、距離に関しても本質的にはもう少し短い方がいいのかなっていうような感じはあります。調子が良ければ2000ぐらいはこなすとは思うんですがっていうような感じですね。中段で足を止めて石橋祐希中真ん中ところを出す以上でうまく乗ったと思うんですが伸びなかったのはまず調子っていうところがあると思いますね。アクウト。アクートはまあなんか後半全く手応えがなくなったっていうような感じですね。 でまあ、ステイゴールドサンクでですねあんまりパドックの見た目とか気にしすぎると痛い目に遭うというかステイゴールドサンク自体がですねそんなにその柔らかい感じという,いうよりかは、まあ、どちらかというと硬くはないんですが形が固まったような感じでしっかりと歩くっていう馬が多いので。 そういった意味でパドックでの判断が難しいところがあるんですよね。で、アクートもですね、やっぱりちょっとその、歩き方が硬いというか、歩き急ぐような感じでもっとゆ,ゆったり動ければいいのになっていうような感じの仕上がりだったんで、結果論でレースを見た後で言うと、ちょっとそういった意味で、高速バば、速い時計っていうところに対応できなかったりだとか、いろいろと、 走りのリズムっていうところ体の使い方とかおかしいところがあったんじゃないかなっていうふうに思いますねダイワキャグニダイワキャグニについては最初も言ったんですが調子を崩してましたねポリトラックでの状況でなんか体の歩き方がですね緩慢というか全体的に動きが緩いですし筋肉の質なんかもちょっと緩いような感じでピリッとした感じがなかったんですよね まあ見本はまあ9月に入ってウッドチップコース外側に移動して再び使えるようになったんでその辺でウッドチップ戻ったらまた調子戻してくれるんじゃないかなっていうふうには期待しているところはあるんですがまあとにかくこの馬に関しては本当に優勝を勝たなきゃいけないですし守護馬にしなきゃいけない馬だと思うんでそろそろやっぱりもう本当人優先主義じゃなくてですね 優先主義っていうところで何としても種を残すんだっていうふうに超一流ジョッキ乗せてあげてほしいなっていうような感じがありますねでまあ追わせるところがあるんで基本的には内田騎手とは手が合わなくてまあ東京で勝ったんですけれどもあの時なんかは相手もそんなでもないですしこの間自体が強かったんでそんな響かなかったんですがギリギリの勝負になってくるとやっぱりっていうところはありますしまあ今回に関しても 落ち着いて乗れればいいんですがスタート直後もいつもそのアクションが大きくて勝負どころとかでもアクションが大きくてっていうようなタイプのジョッキーでその割には昔ほどは動かせなくなってるっていうところがあるんでそういうような感じであとは最初にも言ったんですがルメル騎手あたりは馬群の中で落ち着いてロスを少なくっていうような意識がある中で背面外に出してっていうような感じで。 バグン全体が外に膨れる中でロスが大きくなってしまってなおさら動かしにくくなってしまったとっいうようなところもありましたねただ基本的にはですねあんまりバグンの中からスパンと抜け出すっていうようなタイプではないので背面広いところに出して勢いつけて回るっていうのがベストかなというような感じですんでこういうような質のバグン全体が膨れるような質じゃない時は外を回ってもいいかなというような感じがありますね フランツフランツはですね、イメージよりかはよく見えましたね。筋肉がしっかりとついてて、バランスも比較的良かったですし、フランツとしては、今のフランツとしては、出来はかなり良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただ、やっぱりデビューして間もない頃のスラッとした気品のある馬体、洗練された 無駄のの少なないい筋肉の質ううような感じはないですねですからもうこのなんかドタドタとしたタイプに変わってしまったんでどちらかというともしかしたらヨーロッパのような芝の方が合うのかもしれないなっていうふうに思いますしヨーロッパに行ったら重症勝てると思いますねそれぐらいの素質はだと思いますしパワーはついてきて馬は成長してますんでタイプは日本ではどうかなっていうような感じにはなってきたんですけれども。 まあ日本でも G3 ぐらいだったら勝ち負けできるんですけれどもまあ、でもどちらかというとチャンスはヨーロッパの方にあるんじゃないかなというふうに思いますしそれか香港とか行ってみてもいいんじゃないかなっていうぐらいそれぐらい馬,馬自体は能力はつけてると思いますんで今回はちょっと展開的に追い込みがはまるような感じでもなくてまあ、カデナとかユーキャンスマイルは追い込んできたんですが、まあ、あの辺のタイプとはちょっと 違うところがありますんでもう少し上がりがかかったり他が止まったりっていうような感じじゃないと差し込めないタイプになりつつあるのがフランツかなっていうような感じですね。次男坊次男坊は条件馬の時から見てて本当に馬が硬くてですね日本の軽い馬場時計勝負瞬発力勝負どうかなっていうような感じがずっとあったんですけれども、まあ、やっぱり だんだんと柔らかくなってきて今回は過去最高の出来だったんじゃないかなっていうぐらいは良かったですねまあでもその条件馬の時のイメージがつきまとってなかなかそのパドックでよく見えたからといってポジティブに考えられないところがあって、まあ、これだけの大混戦で他の馬たちも力があるっていうことが分かってたんで まあ上位34等まで上げるっていうのはちょっと今回難しい部分はあったかなとは思うんですが、まあ、でも今回2着に構造して際どい競馬をしたっていうことはこれはフロックでも何でもなくてこのまま自体が本当に良くなってるんだと思いますね。でさらにペースも向いてワンペース気味の競馬もあったと思いますし。 ポジション的にロスの少ない形で中段か高位あたりで足を溜めてそこで4コーナーから直線の入り口もロスを少なく回ってババのいい外に出してっていうミルコデムクシーも最高にうまく乗ってっていうような形で、まあ、馬も動かせますし追えますしっていうところで次男坊は100点の競馬ができたんじゃないかなっていうような感じではありますねカテナ カテナは、まあ、最近調子がいいんで大きく変わったような感じは良くも悪くもなってないっていうような感じですね。で、まあ、後方から大外一きっていうような感じなんですけれども、まあ、こういう競馬しかないかなっていうようなタイプでポジションを取ってしまうと切れ味が鈍ったり使える足が短くなったりする可能性が高まるタイプで基本的には極端になるべく 後方から競馬をしてっていうような形がいいでしょうし今の新潟の馬場を考えるとああいったような形で良かったのかなっていうような感じですね多分この馬に関しても後ろから行き過ぎだよっていうようなそういったような批判出たと思うんですけれどもそういったようなこの馬の本質っていうものもあるので基本的には今回はうまく乗った方だと思いますね もちろん、その、もっと下げて、4コーナー、直線の入り口、そこで一旦バグの中突っ込むか一旦内に入れて、そこから真ん中ところを外に出すという、そういう競馬もできうるんで、それだったら100点かなというような感じなんですけれども、まあ、でも、80点以上の企業は確実にしてると思いますし、次にもつながる競馬で、この馬の持ち味は生きたんじゃないかなというふうに思いますね。You Can Smile。 ユーキャンスマイルについては、まあ、とにかく馬が良かったですし、まあ、この馬に関してはレース前に僕がユーキャンスマイルの見極めを間違ってたっていう風に反省してたんですけれどもやっぱりレース前にそういう風に反省してユーキャンスマイルのいい時と悪い時の比較ができてたんでその分パドックで馬体を見た時にこれはいい時のユーキャンスマイルだっていう風にすぐに分かってっていうようなところがあって。 今でもやっぱりそうですねちょっとしたきっかけで僕も成長できるんだなっていうふうに今回思いました今回の馬体で主に良かったところはまず足の筋肉の質が良かったですねでも足ともがですね勝ちすぎたらいけないタイプなんで馬体全体のバランスが整ってたっていうところも今回は良くてこのマーク。 体全体を使ってさらに脚力のバネでっていうようなところで跳ねるように走るイメージが湧けばいいところがあってそういうようなバランスの良さ跳ねるイメージバネも感じたというところで今回はかなり出来の方が良かったかなっていうような感じですねであとは位置取り進路取り展開っていうところだったんですが、まあ、ここのメンバーの中では 直線までしっかりと足がたまれば一番いい足使うだろうなっていうようなイメージはありましたんでその辺はまあ変な例えばそうですねパパの悪いうちに突っ込むだとかそういったことがなければっていうような感じだったんでまあ道中中段よりも後ろで内面の方で足を溜めてたんですけれどもあとは直線の入り口で比較的内の方には入ったんですがあの辺はパパはそんなに悪くないですし。 そこで、岩田騎手もですね、まあ、自信を持ってたというか、馬もスッと行きたいところに行ってくれたっていうところがあって、多分岩田騎手の中でも、もう大丈夫だろうなっていうような手応えあったんだと思いますね。それで、追い出しも我慢してっていうような形で、まあ、うまく進路も取って、ロスも少なく回ってこれて、そこから追い出すと、馬もしっかりと伸びてっていうような感じだったんで、まあ、あれだけうまくいけば、 強いいなんででってううような感じですねただ一つですね欲を言いますとブラックスピネルが前にいてその内から追い出すような形ですねあれはですねブラックスピネルに瞬発力がないそんなに手応えがないっていう形だからそんなに伸びない馬だからこそ内からユーキャンスマイルはスムーズに加速できたんですけれどももし ブラックスピネルに手応えがあってさらに瞬発力もあってっていうような感じで能力というか後半の足が近かった場合ですねその場合だとは、あの内からの形だと馬っていうのは結構プレッシャーかかるというかバランス崩したりするところ走りのバランス崩したりするようなところが出てきやすい傾向にあるんですよねですから理想としては本当は出せるんだったらブラックスピネルの外に出した方がですね 馬ははのびのびと走れる傾向にはあります。ですから条件戦なんか見てても例えばこういうような感じになって逃げ馬が抵抗して強くてっていうような感じでなってしまうと内に入っちゃった馬が手応え悪くなって失速するっていうのはよくあります。クリンチャークリンチャーは田辺騎手が怖かったんですけれどもただやっぱり馬がですねバネ,バネが落ちて筋肉の質が落ちて いいいところがないんですよねですから、まあ、本当に時計のかかる馬場場もしくは前目の方からですねばらけて恵まれてなだれ込むっていうようなそういったような競馬でもしないとメリハリの効いた足が使えなくなってきてて、まあ、ちょっと厳しくなってきてるなっていうような感じなんで、まあ、年齢的な衰えもあるのかもしれないんですが、まあ、単純に調子を崩していると思いますのでもう少し良くなってくれればっていうような感じありますね。 レイエンダーレイエンダーはですね、この馬自体は体調とか調子は良かったと思いますね。ただやっぱり、この馬に関しては以前から過大評価されてた馬ですし、まあ、今回も人気すぎちゃ人気すぎではあったんですよね。でも、本当に今は微妙な立場で、これぐらいの相手だったら、 有力馬の1頭にはなってきてるかなっててきるかというようなところではあったんですがただそういった中でやっぱりですね競馬が難しかったところもあったと思いますね。前奏のエプソンカップみたいに馬場とか展開とか恵まれてスムーズに自分の競馬ができたっていうような形と比べて今回はもうまともに中断行為から刺すような競馬になりましたよね。そのの競馬の中で 相手関係力関係拮抗してますし馬場も時計もある程度速かったっていうようなところでそういった意味で能力勝負のところで少し劣った部分があったかなっていうような感じですねでその点に関してはですね常にこういうような感じで手応えが悪くなって終わるかというとそうでもなくて多分今回はちょっときついけばの中で気持ち的にもへこたれた部分もあったと思いますし あとは、単純にパドックで馬体を見てですね、あまり良くない、良く見えない馬なんですよね。それっていうのは、お尻がちょっと強すぎるというかですね、大きすぎるように見えて、で、後ろの付け根とかその辺の動きがですね、ぎこちないんですよね。バランスが悪い、体全体の使い方のバランス、センスがあまりないタイプの動きをするところがあって、その分、 足が溜まるときと足が溜まらないときっていうのが結構極端なタイプかなというような感じなんで今後もこういうような感じの仕上がりで出てきた場合だと安定性を欠く馬だと思いますねもう少し短い距離ですね1004とかの方が本当は乗りやすいタイプかなというような感じには見えるところもありますねカバルカバルはですねちょうど0円打が隣なんで 思ったんですけれども、ちょっと形が、馬の形が似てますよね。で、カバルの方が少しバランスが良くて、スッキリとして、歩き方も柔らかみがあるかなっていうような感じで、で、まあ、力強さとかに関しては、レ0ン打の方があるかなっていうのは、ボリュームが0ン打の方があるかなっていうような感じですね。で、カバルもですね、まだもう少し良くなるんじゃないかなっていうふうに見えるところがあって、 意外とこの馬素質あるなっていうふうに感じましたし、今回後方で直線入り口のところでスムーズに行かなかったんですよね。ですからスムーズに進路が空いてたらもうちょっと差は縮まってたと思いますし、この時計にもある程度対応できそうな感じがありましたんで、まあ、今回はもったいなければというか、もっと走る馬だなっていうふうには感じてますね。クラウンディバイダー。 クラウンディバイダーはですね、まあ、ちょっとまだ体の動き緩さがあって、もっとピリッとスッスッと歩けたらいいんですけれども、まあ、でもだいぶ馬の調子は上がってきてるなっていうような感じで、距離的には多分1004ぐらいの方がいいかなっていうような感じで、短い方が乗りやすいかなっていうような感じなんで、その辺使ってマイペースで競馬させたら怖いところは出てきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。 で今回に関してはあの3番手のうちに控える形でですね最打ちを通ったんですよね直接も最打ちの馬場の悪いところを選んでで、まあ、他の馬たちが外に行くんでその分一発を狙うためになるべくロスを少なくしてっていうふうに思ったのかもしれないんですがそれだったらあのタイミングじゃ全然ダメなんですよねというのは馬場が悪いうちに入って 他の馬たちと同じ位置から長い直線 600m 走ったらそりゃ馬場の悪いうちの方が断然,だん断然フリーなのは当たり前ですよね。ですからうちの方から抜け出すっていうようなそういう奇策を取るんだったらもう3テンポ4テンポとか早めにうちから抜け出すとかそこまでやったらあ 力の劣るまで一発狙ってるんだなっていうふうにちゃんと考えて乗ってるな競馬のことを勉強してやったことだろうなっていうふうには感じるんですが今回の乗り方は全く意味がないですしちょっと馬にはかわいそうなことはしたかなっていうような感じはありますね。ババハハはですね、まあ、この馬も ポジションを取って前に行っちゃうと素足が鈍るところがあるんで、ああいうふうに極端に後ろからでいいと思いますし、この馬なりにある程度伸びたんですが、やっぱり前の馬たちも止まらないっていうような感じで、まあ、この馬に関してはやっぱり基本的には追い込みがはまる展開でっていうようなところはありますね。で、馬体に関してはですね、思ってたよりも出来は良かったですね。ですから、 衰えも少ないですし馬の形も良かったのでこのデッキをキープできればまた重賞で構層のチャンス出てくるんじゃないかなっていうふうには感じましたでもちょっと追わせるところはありますんで本当はすごい追えるジョッキーを乗せたらチャンスは広がるんじゃないかなっていうような感じがありますね剣道剣道は大幅馬体減でだいぶ調子を崩してますね調子さえ良ければですね G3 の 1 0 0 0から2000ぐらいだったら素足終える。ジョッキが乗ればいいところある。馬なんで復調してほしいなっていうふうに思いますね。ちょちょっとここはメンバーが揃ってた部分もあったんです。けれどもでそれで乗り方としても。まあ、直線に入って、もうやっぱり慌ててうちに切れ込んじゃったりするんですよね。ああいう競馬はまずノーチャンスなんでや,やっぱりそうですね。落ち着いて乗ってほしいなっていうような。基本忠実に真ん中より外にっていうところで。 直線入ってからも慌てずに待ったりとか、できることが次につながるんじゃないかなっていうふうに思いますね。里のワルキューレ里のワルキュレはまあ、やっぱりそのメリハリが足りないというかですね。馬体のボリュームが出て、少し体調はアップしてるんです。けれども、洗練された脚力とかキレっていうものが足りないなっていうような感じでレース。多分レースに行ってもその。 効率のいいい走りもでできないと思うんですよねこの辺は多分気持ちの問題から来てると思うんで素質はアルマだったとは思うんですけれどもちょっとやっぱり厳しいだろうなっていうような感じがあるんで素質はあったんで繁殖の方で期待したいなっていうふうに思いますね。ブラックスピネルブラックスピネルについては最初も言った通りまあちょっといつもよりもバネがなくてメリハリの効いた足が使えないなっていうような感じがあったんで松岡風磨騎手はああいうような。 ワンペースののっっっていうような競馬っていいいうう競馬は好機だったと思いますね先手ン先手オ,オについても最初に言った通りで、まあ、まずそうですね4コーナーで外を膨れながら直線入り口のところでずるずる下がっていったっていうのはもう大分ロスでそこから差し返したっていうのは馬も偉かったなっていうような感じでやっぱり単純な能力でいくとですねこのコース 平坦に直線の長いコースということに関しては、ここでは能力上位ではあったなっていうような感じの内容ですよね。最後のあの差し返しっていうところでだいぶ余裕がまだあるっていうような感じですね。ゴールドサーベラスゴールドサーベラスはですね、ちょっと お腹、ひ、ひばらのあたりですね、その辺が細いかなっていうような感じで、プラス体重ではあったんですが、細く感じるようなところがあって、あの辺、うまく肉づきが良くて、お腹の肉づきが良くて、お腹も使えてっていうような感じで、体全体を使えるような感じだったらもっといいんじゃないかなっていうような感じですね。で、藤田七子騎手も落ち着いて乗ったんですが、結局、その、待ち過ぎたがために、 かぶされたような感じもあって、進路が開かなかったようなところもあって、まあ、その辺は運もあるんですけれども、まあ、このまま自体、スパンと切れるというよりかは、じりじりと長く足を使うというような感じなんで、あそこですね、4コーナーから直線の入り口のところをスムーズに早めに加速できてたら、もう少し着順が縮まったかなというような感じですね。ダッシングブレイズダッッシシンンググブブレレイイズズは、まあ 真ん中あたりを通ってですねロストの少ない形で競馬したんですが調子を崩しているというか衰えがありますし筋肉の質も落ちてますし以前のような素足は期待できないなというような内容ですね、まあ、この形だと大逃げしたりだとかばらける展開でネイプ張り込むだとかそういうような感じじゃないと苦しくなってきてるかなというような感じはありますね以上です失礼します